船橋市では都市農業が盛んで、昨年は船橋人参が地域ブランドとなり、その名を全国に発信しています。今週の船橋シティニュースでは、収穫の最盛期を迎えた船橋人参と葉付き枝豆について特集でお送りします。船橋は農産物の生産に適した気候と土壌に恵まれ、人参、小松菜、枝豆、梨など千葉県内でも有数の生産地となっています。都心に近い地理的条件を生かした都市型農業が盛んに営まれ、新鮮で安心安全な農産物を首都圏へ供給する貴重な役割を担っています。こちら行田にある農産物直売所船っ子畑では、地元船橋の農家と契約し、その日に採れた新鮮な野菜を直接仕入れて販売しています。この日は旬を迎えた小松菜やキャベツ、トマトなどが店頭に並び、開店直後から買い求める人でにぎわいました。地元のは買います。はい、なるべく新鮮なんで。地元のものの方が新鮮で味も美味しいので買ってます。はい、わざわざここに来て、遠いんですけど船橋さんがいいからって言って買ってます。はい、小松菜とか人参とか、なんか船橋で特産のものっていうイメージのものを、よく買うようにして、他のものは、他のマーケットで買うとか意識して、野菜類はここで買うようにしてます。地産地消ということでね、地元のものをね。で、結構ね、これから秋だと梨とかいろいろあるじゃないですか。それとね、その生産者とね、顔があってね、いいんですよ。ああ、うまかったって言ったらね、喜んじゃってね、やっぱりね。会社の人がこの枝豆をね、船っ子の枝豆を買って会社へ茹でて持ってきたんですよ。だからすっごく美味しかったので、ここは船橋市の人が、もう農家の人がどんどん持ってきてって言うから、今日朝起きて急いで来ました。地元産なるたけ、買いたいと思ってますけど、はい、やっぱり美味しさだと思います。はい、このお店はですね、地域の農家の皆さんが自主的に登録をかけて、自分で値段を決めて企画も決めてお出しいただくということでやっている直売所でございます。この地域では20代30代の若手の農業をされている方がたくさん出荷しております。ですからぜひこちらで、これからの日本の農業、また地域の農業、食を支える意味でもこちらへ来てご利用いただけたら嬉しいと思います。4月28日月曜日には、人参の生産者が本格的な出荷を前に、松戸徹船橋市長を訪問し、今年の生産状況などを報告しました。船橋の人参は昨年1月、人参としては全国で初めて特許庁から地域団体商標の認可を受け、船橋人参という地域ブランドが誕生しました。船橋市を含む千葉県北西部の一部を管内に持つ JA 市川では、平成19年以降、船橋人参の地域団体商標登録を目指し、地元をはじめ県内外の多くの場所で船橋人参を広めるための活動を積極的に行ってきました。この日、松戸徹市長は旬を迎えた船橋人参をジュースにして味わいました。船橋人参は4月下旬から7月上旬にかけて出荷の最盛期を迎えます。昭和42年に国の指定産地となった船橋産の人参は、春夏人参として現在千葉県内で1位、全国でも有数の出荷量を誇ります。
小和釜町で農業を営む石上達美さんは、現在収穫時期の早い品種ベータキャロットを栽培しています。ベータキャロットは多品種に比べベータカロテンが多く含まれるなど栄養価が高く、色鮮やかな見た目が特徴的です。また人参独特の匂いが少なく甘みが強いため、スティックサラダなど生のまま食べるのがおすすめで、人参ジュースにしても美味しく味わえます。降雪の影響と多少はあるんですが、ここに来て生育の方は順調には戻ってきてます。まず一番にはすごく甘いということですね。でその次に人参臭がほとんどありませんので、今まで人参が嫌いだったお子さんでもそのまま普通に食べていただける、それがまず一番大きな特徴になっています。人参の栽培では特に土作りが重要です。石上さんの畑では近くの牧場から譲り受けた牛糞を発酵させて作った有機肥料を使用しています。ベータキャロット非常に作りづらい人参でして、化学肥料等に頼って作るとかなり、割れ等で捨てるものが多くなるんですね。ですからもともと土作りはしてるんですが、なるべくその化学成分に頼らずに作るということで、さらに美味しく、で私たち農家はある程度の収穫量も必要ですから、収穫量も確保するということで、土作りには今まで以上に力を入れてます。収穫された人参は作業場に運び、きれいに洗浄します。そして重さによってサイズ分けした後に JA 市川へ出荷します。船橋ベータキャロット組合で組合長を務める石上さんは、この品種を全国に広めるための活動にも積極的に取り組んでいます。去年商標登録をいただきましたが、ブランドというものになるためには食べていただいているお客様の信用があってこそだと思っておりますので、今まで以上に美味しいベータキャロット届けたいと思っております。続いてはこれからの時期、食卓にビールのおつまみに欠かせない葉付き枝豆をご紹介します。船橋市院内にある小川和成さんのビニールハウスでは、さや娘という品種の枝豆が収穫時期を迎えています。このさや娘は1月下旬に種をまき、4月下旬から8月にかけて収穫の時期を迎えます。他の品種に比べ緑色が濃く、粒ぞろいで甘みが強いのが特徴です。小川さんが組合長を務める西船橋枝豆研究会では、平成20年に品質の高い枝豆をブランド化し、西船橋産葉付き枝豆として出荷しています。しっかりとした甘みと実入りの良さから、都内の一流料亭にも卸されるほど高い評価を得ています。枝豆は主に露地で栽培されますが、ビニールハウスで栽培することにより早い時期の出荷が可能になっています。ビニールハウスの中で枝豆を育てるには、日よけや風通しなどをこまめに行い、ハウス内の温度を30度前後に保つなど多くの手間がかかります。今年はですね、天気も結構暖かかったのもあるので、まあ、それなりに一時期ちょっと寒い時期の時、花の時期のはちょっと影響出ましたけど、その後はだいたい順調に、実の月もそれなりに揃ってきてますので。これはさや娘っていう品種なんですけれども、大粒で緑が濃いで、味もそれなりに甘みの強い品種です。天気に左右されやすいので、やっぱり花がついてちゃんと実が持ってくれなきゃいけないので、ちょっとそこのやっぱり花の時期の管理がちょっと大変は大変ですね。
自宅の作業場で出荷準備に追われるこの時期には、根と葉をつけたままの形で1日に80束から100束を出荷します。傷みやすい根や葉をつけたまま出荷できることは新鮮さの表れであり、みずみずしさがその見た目からも伝わってきます。鞘の向きをきれいに揃えて束ねた枝豆は、まるで芸術作品のようです。今に姿では根っこ付き葉付きの新鮮さをちょっと売り物にしているので、やっぱり赤らむ前のやっぱりちゃんとした青々とした葉っぱをつけて、出荷するようにしています。枝豆って言ったらこの地区がメインなんだなっていうか、この辺で取れる枝豆といえば西船だなって言われるようなものにちょっとしていきたいなとは思っております。葉っぱつけた新鮮な枝豆を皆さんに食べていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。船橋の農業と農家の生産性を高めるとともに、質の高い農産物の研究などを行っているのが船橋市農業センターです。ここでは農産物の安定供給のため、市内の農家を対象に土壌、病害虫診断といった相談指導や新しい栽培技術の紹介や試験、研究をしています。船橋の農産物はこの農業センター、生産者、JA など多くの力が集結して作られ、今なお発展を続けています。ベータキャロットをはじめとして船橋産の野菜、なかなか市民の皆様に船橋産という形では届きにくい現実はありますが、船っ子畑さんですとか市内スーパーの地場野菜コーナーなどで、船橋産の野菜届ける努力を私たち若手農家も頑張って行っておりますので、お見かけの際はぜひお手に取って食べていただければと思います。よろしくお願いします。船橋産の美味しい新鮮野菜を市民に味わってもらおうと、6月14日土曜日、JR 船橋駅北口にあるお祭り広場を会場に野菜の即売会を開催します。船橋人参をはじめ、葉付き枝豆、小松菜などの新鮮野菜を販売します。生産者が品質と味に自信を持つ船橋の野菜をぜひご賞味ください。では最後にお知らせです。4月からの消費税の引き上げに伴い、低所得者を対象とした臨時副支給付金と子育て世代を支援する子育て世帯臨時特例給付金が支給されます。支給対象者となる可能性がある方には、7月10日木曜日から申請書を郵送し、受付を7月15日火曜日から開始します。また、詳しい内容は臨時給付金コールセンターを開設しましたのでご利用ください。5月25日日曜日、市内で一斉に行う清掃活動として、今回で20回目となるクリーン船橋ゴミゼロの日を実施します。当日は自宅周辺から最寄りの小学校まで、道端に落ちているゴミや空き缶、吸い殻などを拾い集めます。多くの市民の皆さんの手でゴミのない美しい街づくりにご協力をお願いします。それでは今週はこの辺で失礼します。